こんにちは、清水子だ。今回来ているのは長野県南アルプスのとある山。標高1500メートルを超える地点。突然だが皆様は秋季ゼミをご存知だろうか。今年の夏にはアメリカで13年に一度発生する13年ゼミと17年に一度発生する17年ゼミが221年ぶりに同時に大量発生し、大きな話題となった。同じようにここ日本にも周期的に発生する生き物が存在する。それが喜捨ヤスデこと、オビババヤスデ。オビババヤスデの幼虫は生まれてから土の中で生活。年1回脱皮し、成長し、8年目に成虫になって地上に現れる。地上に現れたヤスデは繁殖のため集団で周囲を徘徊する。これを群遊というが、その数は時に地表を覆い尽くすほどになり、それを踏み潰した列車が体液でスリップし止まってしまうほどなので、喜捨ヤスデと言われている。地域によって大量発生する年が違うのだけど、今回来たエリアでは今年、2024年が発生年。発生時期としては9月から10月とのことで、もう発生のピークは過ぎちゃって終盤なんだけど、果たして見ることができるだろうか。道路にたくさん白い跡がある。これ全部ヤスデが車にひかれた跡。でもパッと見、生きてるのは見当たらない。全盛期だともっとたくさん、それこそ足の踏み場のないぐらいいるはずですが。お、路肩見たらいますね。これが喜捨ヤスデこと、オビババヤスデ。体長はだいたい3.5センチぐらいで、本州にいるヤスデとしてはそこそこ大きい。街中でも時々焼けヤスデの仲間なんかが大量発生することがあるけれど、あれとは比べ物にならないぐらいでかいので、いっぱいいるとだいぶ迫力があるな。確かにいっぱいいるんですが、正直思ってたほどじゃない。やっぱりシーズンももう終わりか。お、見てください、これ。小さな沢沿いなんですが、たくさんいます。湿った場所が好きだから集まってきているのか、はたまた上流から流されてきて溜まっているだけなのか。とにかくこれは大量発生、大群遊を見れたと言っていいんじゃないだろうか。これピーク時だとヤスデが流れる川みたいになってるんじゃないんだろうか。と、ここで一匹捕まえてスメルチェック。だいたいこの類のヤスデは外敵に襲われると丸まって独特の刺激臭のする液体を分泌するものですが、こいつは果たしてどんな香りがするのか。お、ほんのりアーモンド臭。典型的なシアン化物の香り。他のババヤスデ類と比べるとだいぶマイルドで、どっちかっていうといい香り寄りまであるな、これ。目隠しされて嗅がされたらギリギリ、杏仁豆腐かなってなるくらいの感じ。でも普通に毒だから絶対に食べたり舐めたりしないようにな。というわけで今回は8年に一度のヤスデ祭り、喜捨ヤスデの大群遊を見ることができた。8年後、彼らの子孫とまたこの地で再会できること。そして彼らが末永くこの地で繁栄し続けることを切に願っています。